サトシの気協会は日本の産学館の連携組織。植物と密なライフスタイルを普及することを目的として、国立大学法人大阪大学の教員と月経館株式会社や国与株式会社、富国生命保険相互会社などの企業関係者が中心となり、2008年の緑の日に設立された。本協会は企業や専門家、 個人が会員として登録し、植物の社会的活用のためのニーズを取り入れ、シンポジウムやワークショップなどを実施する団体である。法人、団体、自治体や、個人の思い入れのある樹木や草花を、サトシの木として認定し、ウェブで紹介するとともに、企業の CSR 活動事業と共同で、緑豊かな環境づくり、都市づくり、室内空間づくりを、 社会発信している。植物と身近な生活を通して木花を育てる喜びや、その活用、鑑賞の楽しさを、幼少の頃から体験することの重要性を、教育面で呼びかけ支援していく、新社会システムという位置づけで活動し、その一環として、見直しサイトの丘学園、茨城市サイト西中学校等で、理科実践教室の開催を支援している。 サト市の企業会 HP には企業会員のシンボルとなる樹花の写真や解説、個人会員のその樹花にかける思いが紹介されており、植物の写真は植物図鑑としても活用できる。2011年2月より大阪梅田の大阪富国生命ビルの4階に開設された市民参加型産学連携活動支援施設テラプロジェクト。 町ラボ内に会員の交流の場、里市のキラウンジを設け、活動の拠点としている。植物の潜在能力の活用により、低炭素化社会の実現と、森林や野外の心地よさを、日々の生活域に導入することによって快適な生活圏を作り、生活に潤いを持たせることの重要性を、大阪大学大学院教授の小林昭夫が2005年、 愛知万博での市民パビリオンで抗議した。これを受けて一連の活動がスタートし、大阪大学大学人と月経館株式会社、国与株式会社、福国生命保険総合会社等が支援する形で、学際クラブ的要素を持つ任意団体として、サト市の起業会は2008年5月4日に設立された。当初、社目協会なる名称とする案もあったが、 市民参加の重要性を踏まえ、現在の名称、佐都市の気協会となり、2008年7月、佐都市の気協会として、商標登録を完了した。本協会の活動を象徴する標語として、ゴーグリーニングを掲げ、植物に関わる、もの作り、こと作り活動を推進している。2011年1月、事務局を、豊中市上野坂から大阪梅田の大阪府国、 生命ビル4階に移転した。ありがとうございます。